甲子園があるあたり、阪神本線は通る。兵庫県の向こう側からこんにちは。地味に関西は初上陸というわけだから、今日は阪神電車のちっちゃな支線向こう側線に乗ろう。ちっちゃいってのは車両も路線長も2両3ドア19メートル車体と、なんだかローカル線の佇まい。この路線のホーム自体、阪神本線のそれとはちょいと離れた場所にある気がするけど、あのピンクの車両の方に行けばスイッチバックする形で本線に入れるらしい。なんでスイッチバックする必要があるんですか？についてはまた後で解説。とりあえず目の前の車両に乗ろう。使われている車両は5500系、全4編成バンバン改造されて向こう側線に転属してきた。やけに緑々しいけど、これは甲子園をイメージしたものらしい。内装も凝られていて、土やらマウンドやら球場のレンガ壁まで忠実に甲子園を再現している。甲子園の土だとか言って床材引っぺがして持って帰らないでね。そんな人いないか。 LED が切れてて見づらくて申し訳ないんだけど、首都圏の民にとっては実家のような安心感を感じる車内表示器じゃない。側面 LED からもどことなく感じる首都圏感。まあまごうことなく関西だから、とりあえず乗って関西ニズムを再確認しよう。というわけで発車。次は東なるを、短い路線だからパパッと解説しちゃおう。向こう側線は向こう側から向こう側団地前までの 4駅1.7キロ、5分くらいかけて走る路線。この路線は今でこそ住宅地とのアクセスを担う路線だけど、この路線は建てられたのは1943年、進め1億火の玉だの中で日本国民火の車の時代だった頃。今でこそ終点は人々が平和に暮らす団地だけど、戦時中は航空機とかを作る工場があった川西航空機っていう会社。今は新明和工業に名前を変えて割といろんなことやってる会社らしい。そんな工場へのアクセス、貨物輸送の手段として1943年に須崎から向こう側まで電通した。ついでに1944年には向こう側から北西に4キロ弱離れた西宮まで線路をつないでいたらしい。あ、当初は北西じゃなくて北、もっと短い距離で甲子園口駅まで連絡予定だったそう。西宮平定。ああ、ちなみに貨物と普通列車の線路幅が違っていた都合上、3線機上っていうのが採用されていた。これは文字通り機上、線路が3本あること、狭軌と標準軌の組み合わせだった。この3線機上は今や、箱根登山鉄道や秋田新幹線にわずかに残るのみ、向こう側線路はなくなっちゃった。そうした変わり種の路線だったんだけど、話聞かな。1945年の6月に戦争で工場が大打撃、結局向こう側一帯は米軍のものとなり、向こう側線はなんだか消化不良のまま終戦を迎えた。そんでお国のためにうんぬんで建てられた路線は、皮肉にも米軍の要請で貨物輸送を再開したそう。まあすぐやめちゃって、その後線路は吹かされちゃったんだけど、でも阪神本線と向こう側線をスイッチバックでつなぐためのスペースは残された。で、肝心の旅客輸送については1948年に向こう側から須崎まで復活したそう。国鉄との接続、あいつはいいやつだったよ。でも時代は変わる。昭和の後期に入ると米軍も工場も撤退。そうして住宅地というか団地へと変わって、びっくりするほどユートピアな場所になった。それに伴って1984年向こう側線も須崎からさらに先の向こう側団地前まで延伸された。まあ色濃く大人の事情が絡んだ向こう側線だけど、今は平和に皆様の足として活躍。阪神電鉄らしい安めの運賃で頑張ってる。本数は少しネックだけど、でも10時台は毎時3本2両でも余裕そう。特に向こう側線転属車は機器更新されてないから、とにかく GTO に飢えている人にはおすすめかも。ただ最高時速110キロとはなっているけど、平均期間600メートルの中110もいるかどうかは正直微妙って感じで、まあ機器類は最低限の改造にとどまっている感じかな。さて次は終点の向こう側団地前。実はここから直で向こう側駅より栄えた甲子園駅に行けるバスが出ている。ついでにもっとその先甲子園口まで行く宣伝の向こう側線ルートの意思はバスが継いだ。ちなみに GoW ペリアには向こう側線の競合相手はバスだなんて書いてあるけど、そのバス路線を運転しているのは阪神バスで、阪神バスは阪神電鉄の子会社だから、結局バスに乗ろうが電車に乗ろうが阪神電鉄の利益になるから、競合しているかは微妙かな。すべて阪神電鉄の手のひらの上なんて言っているうちに向こう側団地前に到着。向こうには特に使われてないホームがある。構造は2面2線だけど実質1面1線。あっちは今や絶好の高架工事がみたいになっているクリニックを。というわけで降りた。
そこはかとなくここから漂う昭和感、全体的にゆったりとした時間が流れている。あたりはもろ住民の日常、特に観光で来る場所ではない気もするけど、ただ付近の団地の公園には赤道車のある広場っていうのがあって、鉄道ファン的には良さげ。あ、下調べをサボって行き損ねたんだけど、だけど駅前に何やら面白い自販機があった。これはさっき言った赤道車を模した自販機。赤道車っていうのはこんな色したクリームとバーミリオンのツートンの車両。福川線には昔この車両7861号と7890号がいたけど、2020年6月で引退。そんな中、大道が地域活性化を目指し、向川団地前に赤道車を自販機って形で蘇らせた。ちょっとお金を入れてみよう。本日は阪神電車をご利用いただきましてありがとうございます。団地前、向川団地前、終点です。これ、良くない？ここまで来たら追加投入して、なんか買った時のアナウンスも聞きたいね。ピーチネクター、君に決めた。ありがとうございました。お忘れ物ないようご注意ください。行きだな。向川タウンにさよならバイバイ。俺はこいつと旅に出る。そんなわけで今日は向川線の動画だった。この向川線のロゴには丸が4つあって、それが向川線の4つの駅を表してるんだけど、地域密着型のこの路線によくあったロゴだと思うよ。あと植木山の使い方がうまい。まあそんなこんなで良い路線だから、甲子園に寄ったついでにぜひ乗ってみてね。じゃあまたね。